そうだよ。ここはクーとラインでも美味しいって評判のお店なんだ。僕たちもさっき別のプレイヤーさんに教えてもらって来てみたんですよ。だが評判なだけあって席が全然空いてないな。二人とも相席でもいいか？はい、もちろんだとも。断る理由などないからな。座ってくれ。ありがとう。くったくった。もうキリト君、お腹なんか叩いておじさん臭いよ。いやでも美味しいもの食べた後はこうしたくなるだろ。わかります。それムードも何もあったもんじゃないよね。ねえ黒雪さん。そうだな。ムード、なんだそれ。どういう意味なんだ。僕にもよくわかりません。これが男の子と女の子の価値観の相違ってやつか。アスナ、気持ちはわかるぞ。ごめん、全然わからない。女の子にとってはね、たとえこんな風に日常の一コマであっても、男の子とお出かけするときはデートなの。ちなみに今回みたいな偶然の時だって私はダブルデートだって思ってるんだから。何？ダブル、デート？春雪くんもその気はほとんどなかったようだな。黒雪さん、そうやって仏の顔で許しちゃダメだよ。男の子はそれで許されるって勘違いしちゃうんだから。ここに悪い例がいます。すみません。女の子はただ食事に出かけるときにだって普段よりも綺麗にっておしゃれに気を使ってるんだからね。春雪くんもちゃんとそういうところを気づいてあげなきゃ黒雪さんがかわいそうだよ。はい、勉強になります。うん、よろしい。アスナ、ありがとう。私も勉強になるよ。いえいえ、どういたしまして。